こんな感じ、見えないか、こんな感じで、まあ、少し柔らかいと思うんですよね、はい、あの以前されたことあるって言われたストレート、あの地毛のまんまっていうか地毛っぽい感じで、触りもあんまりこうパキパキした感じが少ないと思うんですよね。この辺とかは多分アイロンの影響が、あの重なるからですね、元の毛がこう硬くなってましたもんね、もともとですね。なんでその辺は少しあの油分を乗っけて、あのアウトバスってあの仕上げる時にあるじゃないですか、はい、オイル系のとか、うんうんうん、なんかそういうやつをこの辺に持ってこられるといいのかなって気は。そうですね、この辺ですね、はい、多分自分でもアイロンそこ結構入れられてると思うんで、まあ、どうしても硬くなってますからね。基本的にはもう硬く、熱変性って言うんですけど、はい、熱変性したものってあの戻らないですよね、根本的には。あの目玉焼きの端っこ硬くなるじゃないですか、はいはいはい、あれ水に浸そうがどうしようが戻んないじゃないですか。そうですね、同じことですね、アイロンで焼けたっていうのは。だからある意味宿毛矯正してアイロンやめた方が毛の状態は戻る、いいですもんね、やるようによっちゃ。ストレートの種類によればですね、はい、ここの感触がずっと残るんで。一時は言うほどおかしい状態になってない限り寝癖で。そうですね、あとヒートタイプ の, その仕上げあのトリートメントがあるって言ってないですか、うん、ああいうの使うだけでもこういう焼け具合が違うんですよ。じゃあドライヤーの時に焼けないように、そうですね、やっぱ使われるといいと思いますよ。本当に役立つやつがもう今出てるので。まあ、さっと乾かしただけにしては結構気収まるでしょう、これですね、うんうん、あの さっきのあのナオミの質感に近いと思うんですけど触り心地がですね。そうですよ、ナオミちゃんですよ。誰だっけと思い出す。そうですね、うん、あ、よかったです。 こんな感じになるバーと思ってたんで、うんうん、